ダイヤグラムダイヤ改正、京成電鉄のダイヤ改正、京成電鉄のダイヤ改正は、京成電鉄の鉄道線、軌道線における歴代のダイヤ改正について記述する。乗り入れ先についても一部記述する。なお、本校では主に1960年12月改正、及び修正以降の記述とする。改正日が、不詳の場合は、X として記述する。また、 改正自体を実施したかどうか不明、及び特筆される事柄のない改正及び修正の場合は記述を割愛した。なお、ダイヤ改正の直前に、形成時刻表が、形成線各駅の売店などで発売される。同種は、ダイヤ改正だけでなく、ダイヤ修正や、運賃改正の直前にも発売されることがある。 1981年10月1日ダイヤ改正文が発刊第1号である。本改正では都営地下鉄浅草線への乗り入れ開始による理由で実施された改正である。本改正では以下の3事例が実施された。通勤急行が都営浅草線に乗り入れ開始大手私鉄で実質初めての優等列車日本続行ダイヤを実施普通列車の速度を A 速度と B 速度に分離。このうちにについては、当時の設備面での二つの制約によるものである。これらの制約を四連の優等列車を二本、続行させることで解決を図った。三の普通の B 速度も合わせて設定したことによって、優等列車二本続行ダイヤも、余裕を持った設定にすることができた。1968年は、乗り入れ先の延長や、 成田山五回挑戦30年ということもあり、年間に3回もダイヤ改正が実施された年である。1年に3回以上の改正は、同社ではこの年と2010年の2回。5月1日改正6月15日改正11月10日、改正沿線の開発による混雑に対応するため、朝ラッシュ時に2つの対策が施された。本改正でのポイントは、 列車種別を整理、統合して、停車駅も変更し、なおかつ、成田空港開港を見越したダイヤへの準備と位置づけた、改正となった。今までの成田空港駅は、空港ターミナルへは連絡バスへの乗り継ぎが、必要であったが、計画が中止された成田新幹線の、成田空港駅のために用意された、路盤、駅施設などを利用することにより、 空港ターミナルへ直接乗り入れが可能になり、利便性が大きく向上した。しかし、同時に、東日本旅客鉄道成田線の乗り入れも開始された、ため、空港輸送への強力なライバルが出現することになった。これに対応するため、スカイライナーを全列車に一歩離停車とするとともに増発を行った。また、特急も停車駅を削減し、 本数も昼間時40分ごとから20分ごとへ倍増した。なおこれにより、青戸駅成田空港駅間で、通勤特急を同じ停車駅となった。なお旧成田空港駅は、東成田駅に解消され、ホームも2面のうち1面を閉鎖、コンコースも縮小され、列車本数も昼間時40分ごとに激減となった。また、 同改正の12日後である3月31日に、北総開発鉄道北総線の新鎌ヶ谷、京成高佐護間が開業し、同線と相互直通運転を開始した。ダイヤは、京急川崎京成高佐護間で、東京都交通局所有の車両によって、運転されていた急行を延長した形となったが、同運用には、 京成車両も充当され、基本ダイヤでは初めて京成車両が、京浜急行電鉄に直通することになった。また、夕方を仕上げ折り返しであった、京急線の特急の一部を、青と、京成高さ5まで延長したため、それによる運用増加分の負担は、京成車両で行われ、一気に三崎口駅まで乗り入れを開始することになった。 また3 7 0 0系の本格運用が開始。同年8月7日には、千葉線の幕張本郷駅が開業。これに伴い、昼間時に運転されていた、千葉ニュータウン中央京急川崎間の急行の行き先が、羽田駅へと振り向けられた。ただし、この時点では6連対応の設備しかない暫定的なものだったため、8連及び4連しか保有していない。 北総開発鉄道、都市住宅整備公団の車両は、当該運用に充当できなかった。そのため、京急車の北総公団線への乗り入れが開始されることとなり、逆に、北総公団線所有車両は、押上駅西馬込駅を往復したり、全日町までと夕方以降に設定されている、西馬込系統や、平日朝、 夕方以降の京急川崎系統で運用することが多くなり、日中は北総高団線内では自社の車両はほとんど運用されなくなっていた。また、両数の制約もあるため、朝、夕方は行き先の振り向けはほとんど行われなかった。北総高団線の車両が京急空港線乗り入れ開始になったのは1994年12月からである。 1996年4月30日に開業した東洋高速鉄道は、勝田台駅日本橋駅間で競合するため、朝ラッシュ時のこの区間のスピードアップなどが行われた。朝ラッシュ時に運転されていた通勤特急は、一部区間で平行ダイヤの上で、先行する急行と普通を途中で、各2回追い抜いていたが、これを、各3回追い抜くようにし、 かつ平行ダイヤ区間を廃止して、ダイヤ面を工夫した結果、最高速度を上げずに競合区間で4分から5分30秒の大幅なスピードアップを実現した。この改正に合わせ、ユーカリガオ海の上りたい線が完成し、ここで普通を追い抜くことにより、スピードアップに貢献した。また、東洋高速鉄道の開業によって、乗客の若干の減少を踏まえ、 京成桜東中山間で2本運転されていた、区間急行は廃止された。これを補うため、京成大和田発の普通が2本、京成桜発に変更されている。また、昼間時のダイヤパターンも一新された。今までは、下りと上りで、ダイヤパターンが異なり、追い抜きパターンも複雑なものであったが、本改正より、上下とも急行は、 青戸駅と東中山駅で普通と、緩急接続を行い、特急列車は、京成小岩と東中山で普通を通過を射抜きし、京成津田沼で普通と、京成桜で休行と、緩急連絡するように統一された。また40分ごとに走っていた、普通の京成大和台域は、京成雨水まで延長された。また、特急の半分が、 形成高さ後でスカイライナーを退避するようになった。日中の金町線は従来、押上線に直通の上、押上形成金町間で運転されていたが、線内折り返しに変更された。これにより、押上線の日中の普通列車本数が1時間あたり9本6本に削減。トータルでも12本9本となった。 京急でも栗浜線の輸送力強化のための改正が行われている。京急空港線は当時終点であった羽田駅からトンネルを経由して羽田空港へ乗り入れることとなった。これにより従来までは羽田港として運転されていた列車が羽田空港業に変更されることとなった。合わせて、 羽田空港と成田空港が直接結ばれたため、日中時間帯に限り両駅間を直結するエアポート快速特急と羽田空港と京成高佐号を結び、青戸で上野発着の京成本線の特急に接続するエアポート特急の運転が開始された。運転間隔は、おのおの80分ごとでエアポート快速特急とエアポート特急が交互に運行された。 両列車とも、都営地下鉄浅草線内で、初めて通過運転を行う列車となった。これに伴いピルマの京急線の、横浜方面発着からの直通列車の一部が、押上線内急行運転になった。このエアポート快速特急には、京浜急行電鉄や東京都交通局所有の車両も運用に入り、この結果、成田空港まで、初めて入線することとなった。 また、折り返しの都合上、京成本線京成上野への入線も合わせて行われることとなった。なお、1991年3月19日改正以降、青戸駅成田空港駅間で停車駅が同じだった通勤特急は、今改正で押上線の特急停車駅から京成立車駅、京成引船駅が外されたため、特急に統合されることとなり、 通勤特急の種別が消滅した。また、日中運転されていた押上駅折り返しの都営浅草線列車が高佐護発着に変更され、押上線の1時間あたりの本数が再び9本12本に増強された。増強分はエアポート特急と急行であり、普通列車は6本のままである。40分ごとに押上駅で繰り広げられる。 横浜方面初開得と、羽田空港発エアポート開得の、緩急接続芝山鉄道線開業に伴い、都営車の東成田乗り入れは消滅し、乗り入れ区間は、京成成田までとなった。さらに京急車の上の乗り入れも消滅し、乗り入れ区間は、押上成田空港間に変更された。また、この改正前まで、京急車は、平日一本のみ。 京成成田まで乗り入れたが、成田行きは姿を消し、乗り入れ区間が京成桜までに短縮された。ただし、相互参道基地に入出庫する関係で、京成桜、相互参道間の改装運用が存在する。なお、都営車は京成成田まで乗り入れている。また、平日ダイヤにおいて、押上線下りの八広駅での退避機会が増加している。 他にも、京成津田沼方面からの京急線、三崎区地域などがあったが、運用の変更により、青と高砂始発となった。ただし、と休日ダイヤで、快速高砂業が、終点の高砂から開得、京急栗浜業に運用変更される列車が一本だけ、ある。2006年12月10日から開始された、千葉線と新京成電車の直通運転であったが、 このダイヤ改正によって、と休日の直通運転時間が拡大した。また、京急本線、空港線のダイヤ改正と北総線の特急、急行の東松戸駅停車を含む、ダイヤ改正に伴い、一部列車のダイヤが修正された。2010年は、京急蒲田駅工事、成田スカイアクセス線開業、羽田空港国際化に伴い、 京浜急行電鉄主体のものを含め改正が合計4回実施されている。5月16日改正のり線が効果化された、京急か田駅7月5日、修正7月17日改正スカイライナー用、車両 A、e、型京急線直通。 羽田空港業アクセス特急成田湯川駅10月21日改正節電ダイヤ3月22日から4月3日4月4日から6月26日5月9日修正6月27日から9月9日9月10日改正ありがとうございます